友達だったこの神経わからん話。私、28歳、独身。優子、28歳、既婚、妊婦。A 君、25歳、遠方住み。私と優子は高校時代からの付き合い。優子は高校の時から付き合っていた彼氏がいて、24歳の時に結婚。すぐ子供を作ろうとしてたんだけど、優子がなかなか子供ができにくいことが判明。3年間の不妊治療の末、子供を授かり専業主婦に。旦那さんは仕事は忙しいものの、優子の体を気遣ったり、買い物に行ったり、家事をしたりいろしてた。私も長年の友達だし、できることは手伝ったりして、みんなで優子の赤ちゃんが生まれるのを心待ちにしていた。そんな時優子が、毎日寂しいと、某掲示板で話し相手を探して、毎日知らない誰かと話すことが増えた。話すくらいならと思って、私も何も言わなかったのだけど、その中の一人で A 君という男性がいた。優子が一番お気に入りだと言っていた人で、写メを見せられたりしたんだけど、なんとも綺麗な顔立ちで。優子曰く、優しくて話しやすいし、なんか王子様みたいな人だった。もちろん、優子は既婚だとか妊婦だとか、そういうことは隠して話していたみたいなんだけど、話していくにつれて、どんどん A 君にはまる優子。夜更かししたり、家事もおろそかになったり。で、とうとう、優子から A 君のことが好き。離婚して A 君のものになりたいと相談された。私も正直そんなことになるとは思ってなくて。あんた既婚だし妊婦でしょ。バカ言わないでちゃんとしてよ。会ったこともない人のものになりたいとかどうかしてると。何度も怒ったのだけど、私ちゃんは独身だし、既婚者の気持ちはわからないよ、と聞いてくれなかった。優子は、ついに、その気持ちを A 君に伝えたらしく、ついでに不妊治療していたこととか、既婚で妊婦であることも全部言ったらしい。A 君からは、優子さんと話すのは楽しかったけど、そんな事情と隠し事があって、これから連絡取ろうとは思わないし。何より、そんな大事な赤ちゃんを苦しませるようなことしちゃダメだよ。体も赤ちゃんも大事にしてね、と言われそれっきり音信不通に。まあ、当然の返事だと私は思ったんだけど。A 子は、もう発狂して、A 君の住むところまで行ってくると言い残して家を出た。のだけど、新幹線に乗るまでに、階段で足を滑らせてしまい、足をくじいて転倒。お腹の子は無事だったけど、泣いたり怒ったりで何話してるかわからない状態で、警察まで登場する騒ぎになった。私は、旦那さんに、今までの経緯を話し、旦那さんは、仕事が忙しかった自分のせいだと言い、優子ときちんと話すと言っていた。だけど、優子は、なんか猛虎売りつかれたみたいに、君 A 君と A 君の話しかしない。もう病んでるのかもしれないけど会ったこともない人にそこまで執着する優子が怖かった。思春期わからなかった。それ以来会ってないし、連絡も取ってないけど、子供が不幸になる道だけは避けてほしいな、とは思う。